あ、もしもし、あ、救急です。あの、道に人が倒れてて、あ、いや、知らない人です。あの、コンビニから帰る途中で道歩いてたのが、男の人が倒れてまして、はい、はい、練馬区中山町 1-3 のアパートの前でした。意識はないですね。呼吸はあります。はい、はい、あ、仰向けにしてそのまま動かさず、あ、わかりました。10分ほどで、あ、わかりました。お願いします。さすがに違います。酔わないよ俺。これくらいじゃ。
俺全然強いから大丈夫、見てられない。いや大丈夫だってぬるくなるんだから劣化するじゃん。劣化するでしょこれだって。ぬるくなって美味しくなくなるんだから劣化するじゃん。だってぬるくなるは劣化じゃないこととします。はぁ、溶けると冷めて固まるは劣化。ぬるくなるはその劣化に到達してないレベルのものとします。なんだよそれ。そこ設けないと、ルール設けないとぐちゃぐちゃになっちゃうんで。いやいやだって劣化するじゃん。いやルール設けないと美味しくなくなるぐちゃぐちゃになっちゃうんで。じゃあじゃあそんなずるいよ、お前が決めてる。だったら俺からしたらこれ劣化だから。俺からしたらこれ劣化なんだ。あーじゃあもうこれ全部劣化ってことになっちゃうよ。全部劣化ってことになっちゃいますよ。じゃあこの食パンだってね、時間経ったらパサパサになって劣化しちゃうし、ほらほら飲むヨーグルトだって乳酸菌が劣化しちゃうじゃん。もうしてこの雑誌ね、雑誌だって情報が劣化しちゃうから。劣化このウマ娘のねバカウケ、中のバカウケはもちろんアニメが終わるに近づくにつれこの中のカードも劣化しちゃうからね。これねもうこんなありだったらもうここでもう雑誌読んでも週刊ポストここで読んでもいいってことになっちゃいますか。なっちゃいますか。この後ろの方のクロスワードだってやっちゃうとかなっちゃうんですよ。ダメですよ。4文字あ、トナカイだ、トナカイってことになっちゃいますからね。トナカイ知らないんだ。これだって食べながらこれ開けたりもしちゃいますから。ダメだってそんなの。このカード開封しちゃいますから、ね、シール開封これがいいってことになっちゃうから、ね、このならないってそれは良くないって。だからこれが開けづらいみたいな。もう全然いいよ、開かないなら開かないでも口でいいよ、あんまないな。ダメだって。あ、ほら、おぐりキャップ出たみたいな。あ、目覚ました、大丈夫ですか。うわこれ無視して大丈夫です。何このタイミングで目覚ましてんだよ。これやつ後で説明する。違います、これ、これ、そういうつもりじゃなくて、説明のためのなんかバカ受けとか、食パンとか、違うんです、この人に説明するための、この人がお酒飲んでたんで、お酒を飲んでたんで、救急車来た、こっちです、こっち。お前が死刑になって、違う。お願いします。あ、そうですね、今目覚まして。あ、これ、はい、僕らです。あ、すいません、すいません、そうですとか、すいません、はい。すいませんでした、はい、すいません。ああ、ちょっと待って、ちょっと、あ、まだあったかい。